大規模施設の例、統合温泉ユアシス統合流放格日帰り、入浴施設とは、公衆浴場の一種であり、宿泊を伴わずに入浴することを目的とした施設である。特に温泉を使用している施設は、日帰り温泉施設とも称される。共同浴場の延長線上にあるような小規模な、風呂のみの施設から、バリエーションのある浴槽に休憩設備や、病院サービスを備えた、 大規模な施設まで、その範囲は広い。日頃の風呂場として使われる、共同浴場よりも、施設空間を通じたリラクゼーションや娯楽をサービスとして提供する、スーパー銭湯の側面が強くなっている。主に温泉を使用している施設を指す場合が多い。ただし、温泉の代わりに、海水や井戸水の沸かし湯を用いている施設もある。また、 水道水の沸かし湯に入浴剤を混ぜたり、ボイラー内でラジウムなどの鉱石や、固形物の温泉疑似成分を溶かし合わせた人工温泉と称する施設も都市部やテーマパーク周辺に新設されている。1980年代までは温泉が流出するのは山間部の地域などで限定的とされたが、1990年代以降、ボーリング技術の進化により、 1500メートルから2000メートル程度の深さまで掘削することで平野部でも流出するようになり2000年代以降都市部における施設の新設開業が目覚ましい地方においては町おこしの一環として温泉を掘削し公営で入浴施設が営業されていることが多いが都会ではレジャー産業の一種としてテーマパークやパチンコ店への併設全国展開する 専業企業をはじめ、一般企業の不動産再開発によって新設されることも多い。全国各地様々な温泉地に存在し、日帰り入浴施設のみの温泉地も数多い。新規に源泉開発を行った場合に、このようなケースが多く見られる。鉄道駅に併設される例や、高速道路のサービスエリア、道の駅など、交通の便が良い場所に設置される例もある。 かつては旅館であったが、宿泊営業を廃止し日帰り入浴施設化する場合もある。また、近年は公営の日帰り入浴施設も増えつつある。宿泊メインの施設、健康ランド、一般的な銭湯、共同浴場、足湯、岩盤浴のみ、設置の施設は除く。なお、日帰り入浴をメインとしながらも宿泊設備のある施設は以下に含んでいる。また、 スーパー銭湯も以下に含まれる。関東地方中部地方京都府、複数地域チェーン展開関東地方中部地方、中国地方岡山県、テーマパーク等に併設、相模湖温泉うるり3月15日オープン。ありがとうございます。